なんかコンセントの差し口変えたらリングライトもついた。じゃあさ、こっちはつかないのか。つきましたね。よかった。リングライト壊れてるかと思ってたらつきました。こんばんは皆さん。台風は大丈夫です。皆さんはどうでしょうか。大丈夫ですか。私は全然大丈夫。っていうか家から出てないので全然大丈夫です。なんか今日の夜中がすごいらしいですよ。なのでちゃんと対策、台風対策しっかりしていきましょう。もう夜ご飯食べました食べて今日の夜中がすごいって言ってたよ、ママが。2時くらい、夜中の2時寝てるね。なんか台風の音でね、起きたりとかしないんですよ、私だからそう、もう寝たら音とか何も聞こえないので寝たらいいんだけど。でも昨日の夜は結構すごかったよね、あの音、なんかめっちゃガンガン言ってた。ちょっとした物取る？すごっ。私は起きません。雷の音でも起きないね。起きません。でもなんか携帯の音は起きる。っていう感じ。この前無駄されたからね。そうだね、携帯のまあ電話とかアラームとかはまあ目は覚めます。人の力とか携帯じゃないと目が覚めない。人の力はね、大地震でも気づかず寝てたりして。まあ大地震とかになるとさすがに目が覚めそうですけど、なんか地震になったら警報鳴るじゃないですか、携帯とか。それで目は覚めます。でも寝てたら揺れてるのは気づかないかもしれない。後ろこれクッション今日はいやー取れあった。じゃあ珍しいアングルでしょう。この位置であの宿題してて
もうここでやっちゃおうと思いまして。でかい。かわいいでしょこれ。パワーパフガールズです。このキャラクター好きなんです。バブルズ、バブルズですこれ。学校休みで宿題の期限伸びた。伸びてない宿題全部終わったわけじゃないんだ。出校日に提出のやつとその後に提出のやつがあって、その後に提出のやつを頑張ってます。私のスマホケースもイヤホンケースも全部パワーパフガールズです。かわいくない？ぐわー、今月じゃないかまだ来月コンサートとかもあるので思い出さないといけない。イヤホンケースこの前見せてくれた、この前見せた、めっちゃ前だった気がする。だけどどうですかねめっちゃ前な気がするけど、コピは今年に入って花火はしました。花火しました。この間暇だからマイクラ5時間やった。え、マイクラってさどんなゲームなんだっけ。なんかさやっ分かんないんですけど、飛行機から無事に、あ、それそれそれです無事に帰ってきてくれた。飛行機にねイヤホン忘れたまま出ちゃって、花火どこで、庭。マイクラしたことないですね私。ドラマ見たりしてた。いいね、お家で生活。お家で何しましたか皆さん。マイクラ面白い。昨日の穴が結構やばかったな音。何かと思った。私はゲームね、あんましないですね。携帯ゲームもしないし、スイッチもあんまりしないです。なんか、友達とか遊びに来てやるくらい。あんまりしない。です。今回台風、歩みが遅すぎます。遅いんだ。じゃあ、その県に、滞在時間が長いってこと。モッペがしてる。私のあれだよ、確か前からしてた気がする。ウノとかもしない。ウノは友達来たらやるかな。週末東京行ってからの日曜ここ店帰ってこれるか不安すぎる。日曜ここって帰ってこれるか不安す、あ、そういうこと？雨でってこと？台風自転車より遅いらしいよ。マジ？例の友達とうのとか騒がしくて楽しそう。いや、何やっても騒がしくなるんですよ。
何やっても騒がしくなるからうるさいです。にぎやかすぎてうるさい。セーターの時の友達ね、みんな見た？みんな見て、あ、見るよね。セーターの時に来てくれてたお友達。今日は何時起き？今日は8時くらいに起きて10時くらいに起きました。二度寝してました。私はね、床で寝るのめっちゃ好きなんですよ。 床で寝るの意外と好きで、体バキバキになるけど、床ではね、なんかね、こうやって自分の手をこうやって枕にしたらめっちゃ寝れる。お友達モペと宣材写真の前でキャーキャーしてた。キャーキャーしても想像できるもんね。床が好きです。ポスター終わりましたよ。私ちゃんとポスターやりました。さすがに冬は床で寝ないよね。それはそうだね。めっちゃ床で寝るの好きなんですよね。ひんやりしてるから、そうね。暑いからひんやりして。ババ持って帰った。そう、そういえばこの間夏休み あの始業式に学校に行ったんですよ。そしたらなんかハメみたいな美術で、なんかハメなんか決められた形があって、それにこうハメを描くんですよ、色鉛筆で。それは銀賞をもらったんです、私。すごくない？決まったこう形があって、みんな一緒の形なんだけど、それをこういろいろこう向きを変えたりして自分がどうやって見えるかみたいな。それで私はそう、そのハメをこう 人によって向きとか捉え方が違うんですよ。それで銀賞をもらいました、なんと。でもまあその銀賞っていうのはなんか先生たちの投票なんですけど、先生たちがこうお仕事終わった後とかにその私たちのハメ、私の学年の3年生のハメをみんな見て投票するらしいです、なんか紙に。それで多かったランキングで金銀銅賞なんですけど、なんと銀賞をもらいましたですね。なんか学年の通信、学年通信みたいなのがあるんですよ。それでなんか私の羽目の絵が載ってるなと思って、こんなん描いたなとか思ってたら、横の友達にここ心銀賞やん
言われて、えって思ってよく見たらちっちゃく銀賞って書かれてて、銀賞やんと思って、そう、それでその通信、学年通信見た後になんか表彰したいと思いますみたいな言われて、銀賞心みたいな先生に呼ばれて前に行ってこう賞状もらって、めっちゃ気まずかった恥ずかしかったんですけど、銀賞もらいました。全然気づかなかった。全校生徒の前、いやクラスの前です。さすがに全校生徒はやばすぎる、恥ずかしすぎる。クラスの前で言われました。美術室の前に貼られてるそれだけです。学校の中の銀賞なので、そんな、うん、美術室の前に飾られてるくらいやっぱり真面目に中学生してるな。しかもその美術のそのハメはなんか結構時間かかる系だったんですよ。なんか色鉛筆でこう薄いとことか濃いとことか、なんか結構いいクオリティに仕上げないといけなくて、結構時間かかる系で、もう本当に間に合うのかくらいギリギリだったから、ギリ間に合ってないくらいギリギリで書いたので、びっくりしたよ。イエーイ、銀賞です。しかも銀賞ってすごくない？銅賞じゃなくて銀賞。しかも私これ選ばれるの2回目なんですよ。前なんかなんだっけ、2年生の時も破名したんですよ。2年生1年生かな、1年かな、1、2年どっちかでも破名をして、違う形で、その時もその時は銅賞だったんです。で今回銀賞です。破名2回とももらいました。来年は金賞っていうか卒業、そう卒業しちゃうんです。銅銀金っていけたらよかったんだけどね。そうなんです。そんなさ劇場に飾るようなさ羽目じゃないから、ちょっとそれはダメです。美術得意なの。苦手です、めっちゃ。絵はね苦手なのよ。描くこともそんなに好きじゃない好きじゃないから苦手ではありますね。結構苦手なんで、そんな得意じゃないんです絵は。全然絵下手くそ。なんかね小さい時はね絵描くの好きで、なんか好きだったら上手くなるじゃないですか。やっぱり好き
きだったからめっちゃ描くのうまい方ではあったんだけど今はもう全然。で、筋肉痛大丈夫だった？結構筋肉痛、なんか今なんか謎に筋肉痛です。なんか次の生誕 T はその絵で無理です。あ、なんかもうそういう可愛い絵じゃない、なんかね自然な生き物とかがテーマだから、そんな生誕 T にしちゃったらやばいですだって蝶々とさ変なお花描いたんですよ、なんかだからそんなに生誕 T にできるような可愛いイラストじゃないですシャクナゲの花って何？シャクナゲの花？なんかね、絵描くときに資料の本みたいなのをもらえるんですよ。それに合った花。だから何の花かは知りません。そのなんか絵描くときに参考にしてねってもらえる資料に書いてあったやつです。何の花なんでしょうね。シャクナゲイメージが出てこない。私もシャクナゲの花って何ですか。福島県？ビューラーライターで温める技ってしたことある。一時期やってました。ホットビューラーをゲットできてない時代にやってました。クリナさんがなんか今日配信でケーキガトーショコラ作ってたじゃないですか。めっちゃ美味しそうだった。あれなんか自分でさそういうケーキをさパッて作ってさそういうのやってみたいんだよねなんかお菓子作りとかさパッてできたらめっちゃかっこよくないですか。楽しそうだなって思います。お菓子作りとかできるようになりたいもん。めっちゃカトレアの花はイメージできる。カトレアの花なんかね前調べたんですよ。ここで覚えるときにカトレアの花ってなんだろうって調べてなんとなく想像できてる今。以前バナナケーキ作ったけど甘すぎて食べれなかったなんか甘いし美味しかったけどね。いつかクリナさんのケーキを食べるのが楽しみです。まだ食べたことないんです、クリナさんのケーキ。去年クリナさんにお誕生日プレゼントで
リップをいただいたんですよ。それがこの間もうねクリクリってしても出ないようになっちゃった。めっちゃ使ってます。甘党です。どっちかというと辛いのは食べれないです。私逆に目分量とかできないんだよね。ちゃんと測らないとわからない。なんか目分量でこのくらいが大体何大さじ1杯とかさ何十グラムとか分かればいいけどさ何も分かんないからさ測るしかないんです。じゃあ一緒に来たありがとうございます。コペとご飯行きたいと今日言ってた。えマジで嬉しい。行きましょう。リジャケのデスソース、あれあのもうあれほど辛いものはなかった。私今まで生きてきてなんだっけ本格的チャーハン作ろうみたいな辛いやつがとマシュだに上がってるんですけど、チャーハン部の動画が、あれが今まで生きてきて一番辛かったです。もう本当にずっともうイガイガして、帰る時ももうずっとやばかった。なんか一生抜けなかった。なんか口のそれか、なんか小4くらいに韓国にいた時に食べたトッポギもめっちゃ辛かった思い出ある。それくらいですね、人生で一番辛かった。なんか虫がいた。ラピュタの、ラピュタ見たことないあんまり。ちょっと録画しとこ。トトロ久しぶり見てさ、めっちゃ感動しちゃった。私なんかめっちゃうるうるしちゃったんですよね。なんかこの間トトロ会ってたじゃないですか。めっちゃ感動した。私めっちゃトトロを見すぎてめっちゃセリフ覚えてるんですよ。多分結構びっくりされるくらい覚えてるんですよ、セリフを。結構そうびっくりされるくらいセリフを覚えてる自信があるので、今度ちょっと流しながら言ってみたいくらい。久しぶりに見たらめっちゃ懐かしかった。あの回不思議の終わり方したよね。カヤソナがしたしメンバーグロールして、そうもうあのあともうやばい、みんなもうずっともうハーハー言って飲むヨーグルトと牛乳爆飲みしてもうやばかったです。あのあとは何十分ももうハーハーしてた。なんかえトトロってユサイの姪っ子が初トトロにハマってる録画を毎回見てる。かわいい、毎日見てる。だってかわいすぎ。猫バス乗りたすぎる。ちょっと私いつか猫バス乗りたい絶対。
あんなふかふかの寝てみたいな、あんなふわふわで。ラプターが一番好き。ちょっと見てみよう、明日録画しとこう。自分で使うから、え、そうなの、すごトトロ。ジブリ美術館に大きい猫バスある。えー、ジブリ美術館とか行ってみたいけどさ、私あんまり見たことないんですよねジブリ、なんかどういう内容か、どういう作品があるとかは知ってるけど。猫バス乗りたいよね、あれやばい、もうふかふか、あれあのふかふかくらい具合を表現できるのがすごい、映像でふわふわすぎる。千と千尋もめっちゃ、千と千尋はめっちゃ見た、最近見たんだよね割と。隣のトンプ、ラプターもね見たことないです。もののけ姫もない。なんかね名前知ってるんだけど、みんな見たことないな。明日見ます。もののけ姫一番好きだって。なんかさ、ジブリってどっから見れる？なんかさ見れないかな、どっかアプリとか、ネットフリとかないよね。なんかで見れたりしない？なんか DVD 借りたりとかしか無理かな。配信系にジブリなんかねないイメージだよね、ジブリって。ちょっとなんか借りてみよう今度。ハマったらとことんめっちゃ見ちゃうからさそうちょっと見てみますね。ラプターみたいな感想言いますね配信で片寛兵衛さん、ハートありがとうございます。カープと
HKT 推しのただしさん、ハートありがとうございます。カオリッペさん、ハートありがとうございます。チンアナゴさん、花火ありがとうございます。ホタテさん、マルオさん、ハートありがとうございます。 T さん、金魚ありがとうございます。快速特急さん、なんだっけ、花火、レッドファイブさん、レインボースター、今日この頃さん、金魚、快速特急さん、レインボースター、カードの人さん、花火とハートありがとうございます。チンアナゴさん、花火ありがとうございます。フォレストさん、おっぱありがとうございます。ジェフさん、花火ありがとうございます。快速特急さん、お疲れありがとうございます。近くさん、ハートありがとうございます。博多勘弁さん、ハートありがとうございます。友蔵、星、ステッキありがとうございます。アフロさん、ハートありがとうございます。カトッペ君、タコありがとうございます。グラインさん、ハートありがとうございます。友蔵、花火、ビリータンタンさん、花火ありがとうございます。キキちゃん、金魚ありがとうございます。葵ちゃん、花火ありがとうございます。レッドファイブさん、だるまありがとうございます。10分になったら終わろうかな。次ハイタッチ会とかオンラインドラマ映画のお話をしましょう。ぜひぜひ。なんかドラマとかめっちゃ一気見したいな、落ち着いたら。なんかネトフリのおすすめないですか。なんか今さ、なんかあれ結構みんな見てるくないですか。なんか最近出た、なんだっけ、地面師たちみたいな、あれめっちゃなんかネットフリ開くとさ、おすすめにめっちゃずっといる。でも私は多分なんか理解できない気がするんだよね。でも今私たちの学校はとか、ママと妹が見ててちょっとハマりました。面白かった。ちょっとグロいけど。なんかシーズン2があるらしくて、いつかわかんないけど、そう、シーズン2があるらしいですよ。イカゲームを 見れない。イカゲーム見たいな。イカゲーム見てないんですよね。でも怖くない、なんかイカゲーム。私さ、1話2話最初の1話くらい見たんだよね。めっちゃ怖くてさ、見れなかった。なんかそれならゾンビも怖いんだけどね。何の動画上がってる？ゾンビもまあギリギリ見れるくらい。なんかあんまりそういうね、怖い系っていうかゾンビ系とかも絶対普段いつもなら見れなかったんだけど、だってリビング行ったら見てるからさ、ママと妹が。もう見るしかないんだ。あ、スローガン決める動画ね。あれか、ウヨンユ弁護士は、え、見た、なんかそれ聞いたことあるんだけど、知ってる、その聞いたことある。
イモッペはそのゾンビのやつは見るのにあれは見らない、あのイカゲームは見らないイカゲーム見てみようよって言ったんだけど見ない。最近ハマった食べ物とか、最近ハマってる食べ物はヨーグルトにきなこ大豆のフルグラをかけて食べるとめっちゃ美味しいです。何これ、なんて読む、今なんとかのアリス、今なんて読むんだろうこれ、今はの国のアリス、え、ネットフリにあるのかな、見てみよう。バリバリネタフリ見てみます。地面師とか言うのね、なんかさあれ人気だよね今多分。見たら感想教えてください。理解するのが苦手な私でも理解できる内容か教えてくださいぜひじゃあ10分だったのでランキング読みたいと思います。13位、ホタテさんありがとうございます。12位カズコ特急さんありがとうございます。11位マハマロさんありがとうございます。10位カオリッペさんありがとうございます。9位ノリッペさんありがとうございます。8位チンアナゴさんありがとうございます。7位カードの人さんありがとうございます。6位チカクさんありがとうございます。5位ヒデさんありがとうございます。4位タオンサカナさんありがとうございます。3位バウッチさんありがとうございます。2位カトペくんありがとうございます。1位ヤスさんでした、ありがとうございました。では終わります。またね、また明日です。バイバイ。皆さん気をつけて、今日の夜は風とか雨とかすごいと思うので気をつけて過ごしましょう。またね、バイバーイ。